はい、こんにちは、長澤です。前回の動画で作った北陸フレキですけれども、この北陸フレキで、私はね、ちょっと気になるところを改善してから走らせたいと思っております。その気になるところをね、今日ご説明したいと思います。作ってみた人はね、もう分かってるかもしれませんけれども、稼働することによるギアの噛み合わせのことですね。はい。では、ちょっといじくってまいりましょう。はい。ではまず、こちらのマシン、問題点からね、ちょっと見ていきましょう。まあ、リアもフロントも、北陸フレキやってみたわけなんですが、今回ね、特にフロントで、説明していきたいと思います。こちらはですね、この部分がね、ジャンプした後にこう動くということなんですけども、もちろんこのまま動きすぎてしまえば、ギアが抜けてしまうわけですね。こうですね。こう回っているものが抜けてしまうと。この浮き上がりをですね、この可動域を制限しなければいけないということですね。で、この制限する方法なんですが、ここのバネをね、締め付けて強く効かせてあげれば、もちろん小さくはなるんですけれども、それでも衝撃が加わった時はね、上がりすぎてしまうということですね。ギアがぶつかって、噛んでしまうんじゃないかなって最初考えたんですけども、そんなことよりもね、ギア抜けてしまうということですね。で、このギア抜けを制限すればですね、この可動域を制限すれば、まあ、必然的に、ギアが噛むこともないということですね。はい。で、ギア周りでね、一応駆動の問題、まあ、抵抗の問題ですね、ちょっと見えるように持ち上げますけども、このオレンジ色のギアですね、ここね、ここ左右に動きすぎてしまうということですね。北陸フレキ作成前編の時にね、コメントでもうすでにいただいておりましたけども、このギアが遊んでしまって、まあ、抵抗になるということですね。ここについてはですね、ギアをシャフトにこう固定してしまうっていう方法を考えておりますけれども、これはまた別の機会にですね、やっていきたいと思います。では、この可動域を制限するということをね、ちょっとやってみたいと思います。今回使うのはですね、こちら FRP の補強プレートですね。これをここからこの辺りまでですね、使っていきたいと思います。で、ここにですね、取り付けるわけなんですけれども、ここまでね、この穴まで、取り付けても可能かなというふうに考えたんですが、この北陸フレキですね、動かした時にこのバネが、このシャフトが動くということがポイントになってますので、ここを固定するのはあまり良くないんじゃないかなと思います。なので肩持ちになってしまいますけれども、 FRP のプレートを乗せるだけという形にしてみたいと思います。はい、じゃあ早速やってみましょう。はい、で、使うのはですね、2個目の穴が残るぐらい切って使いたいと思います。反対側も同じように切って使います。はい、この2個ですね。はい、で、これを切ってですね、このまま取り付けるだけで、完了なんですが、一応切り口とですね、あとこの止める穴の後ろ側を少し削りたいと思います。止める穴の方をね、削るというのはですね、このバッテリーのホルダーありますよね、バッテリーのホルダーを上げた時にですね、ちょっと干渉してしまうんですね。少しね、削ってちょっと逃がしたいと思います。削らなくてもバッテリーホルダーがこう上がらなくなるだけなので、バッテリー取り外すことはできると思うんで、そのままでも構わないとは思いますけれども、ちょっと削って逃がしてみたいと思います。はい、ビスとナットでですね、固定して、まあ、同じように削っていきたいと思います。こちらの長さを合わせて、で、こちらの方も削りました。はい、では取り付けていきたいと思います。今ね、
仮止めで短いビスで止めているのでこっち出ていませんけれども、20ミリのビスでね、裏側から貫通して上に出るようにということですね。こちらのビスと同じ長さですね。はい、じゃあやっていきます。はい、こういう状態ですね。このプレートを取り付けるためにね、少し浮かしたいので、今回はね 3mm のスペーサーを入れてプレートを乗せてみようと思います。はい、スペーサーでもね、このここギリギリですね、スペーサーちょうど入るぐらいですね。よかった、入らないかと思ってたので、ね、よかったです。スペーサーも少し干渉しますね。もうちょっと全開にならないですね。でもまあこのぐらい開けばバッテリーの取り足は大丈夫だと思います。思わぬ事態が発生してしまいましたね。スペーサー 3mm 入れたんですけれどもですね、スペーサーの方がねちょっと低いので、プレート自体がねちょっともう高さ的にね引っかかってしまうので斜めになっちゃうんですね。これだとちょっとまずいので、ちょっとですね、このバッテリーホルダーを押さえているヒンジのところですね、ちょっと切りたいと思います。ギリギリね、バッテリーホルダーが取れないぐらいまでちょっとだけ切ってみたいと思います。はい、この部分ですね、ここの先端を少しだけね切る、削った方が安全かもしれませんけども、とりあえず切ってみたいと思います。バッテリーホルダー閉まってれば多分外れるということはねないと思うので、ちょっと切りたいと思います。先端ね、爪があってバッテリーホルダー外れないようになっているんですけどね、ちょっとね切ってしまいました。はい、まあ多分大丈夫だと思います。ここね切り取って干渉しないか、もう一回試してみたいと思います。はい、ギリギリね大丈夫なようですね。はい、これで止めていきたいと思います。はい、こんな感じになりました。なんとかね水平に取り付けることができましたね。はい、ではタイヤ、ホイール、シャフトを入れてね、もう一回稼働を確認してみましょう。はい、取り付けました。で、稼働がですねちょっと動く程度ですね。置いてやってみますか。はい、ちょっとね稼働域やっぱり小さく制限してしまっているので、ちょっと物足りないかなということがありますけれども、まずギア抜けするということはなさそうですね。うん、大丈夫そうですね。はい、でまあ限界ギリギリまでねスペーサーの長さをね大きくしてみると、スペーサーとワッシャーをかませてねもうちょっと上げてみるとかね、そういう微調整はできるかと思います。ただあまり上げすぎてしまうと、まあ、ギアの干渉ですとかギアの抜けが出るということで、まああんまりやりすぎるのは、ね、良くないかなと思います。後ろの方はですね、まあ、可動域そんなに大きくならなかったというのもあるんですけど、まだちょっとね削りが足りないのもあるんですけど、今のところギア抜けする気配はないので、このままね走れるかなと思います。FRP だけですけど、なかなかしっかり止まっていいみたいですね。調子良さそうですね。ちょっと可動域が狭くなったのはやっぱりちょっともったいないかなという感じはありますけれども、大丈夫そうですね。はい、ということで、こちらね可動域を制限させてギア抜けを防止してみました。で、もしかしたらね勘のいい方はお気づきかもしれませんけれども、この下のねユニットのブレを抑えるためにちょっとねいろいろやっております。フレキ作成時点でねこのパーツを取っておくようにしたいといったものあります。こちらですね、軸受けの切り取った部分ですね、これで言うとですね、こっち側ですね、ここの切り取った部分ですね、これを利用して、ちょっとね今改善を図っております。はい、ということでですね、その辺もちょっとねもうちょっと煮詰めたらですね、ご紹介していきたいと思いますが、まあ、この
N04 フロントのユニットがですね、ちょっとガタつくぐらいであればね、走行に支障はないと思うので、まあ、気になる方はっていうね、ちょっと改善になりますので、また後ほどやってみたいと思います。あとギアのところも話もねやってみたいと思います。そして何よりね、走行動画ですよね、走らせて、どうなのかっていうところも見ていきたいと思います。はい、ということで今回は北陸フレキの可動域を制限してギア抜けを防止したというお話でございました。また見てね。Thank you.